一番乗りをやるんだと力んで死んだ戦友の遺骨を抱いて今入るシンガポールの街の朝。こんにちは、月島スタジオ代表の三輪雄二です。最初に突然軍歌が流れました。びっくりされたと思います。今の曲はですね、昭和17年、日本が、パールハーバーやマレー半島上陸作戦で、アメリカイギリスなどとの戦争を始めた少し後のことです。マレー半島を南下した日本軍がイギリス軍の拠点シンガポール要塞を攻略することに成功して、そのシンガポールに入城を果たした時の映像ですね。そこに、戦友の遺骨を抱いてという曲が流れているわけです。戦車に乗った兵隊さんが胸にですね、白い箱を抱えているのお分かりでしょうか。ここに来る途中でですね、戦死したお仲間の戦友の兵隊さんを、戦地ですから、屋外でダビンに伏すわけです。そして、小さくなった骨をですね、白木の箱に入れて胸に、抱いて、シンガポールに、一緒に入っていこうと。それ自体は、とても美しい情景を、描いた曲であるわけです。今日はですね、この戦争における日本兵の遺骨の問題ということのお話をしたいと思います。過去の戦争でですね、たくさんの日本人、兵隊だけではなくてですね、軍属、日本軍のために働いていた民間人ですとか、あるいは、沖縄なんかの場合では、軍と全く関係ない老人、女性、子供、そういった民間人も含めてですね、膨大な戦死者が出たわけですけども、それらの方々の骨がですね、今なおアジア太平洋全域にわたってですね、100万とも言われる骨がですね、いまだに取り残されたままであるというようなこと、このことの問題をですね、お話ししたいなと思います。というのはですね、私の番組ユープランをご覧の方はお分かりだと思うんですが、これはですね、沖縄の、今問題になっている辺野古のですね、基地の建設現場です。こうやって海を埋め立てるわけですが、その埋め立てに使う土をですね、これもまた沖縄の南部の方にあるかつて戦場だった場所、そこの土砂を持ってきてですね、埋め立てに使っちゃおうという計画が、日本政府から出されているわけです。で、このことに猛烈に抗議しているのが、この真ん中におられる具志堅高松さんを中心とするですね、こういう遺骨を、埋もれた遺骨をですね、掘り出して、DNA 鑑定をしてご遺族のもとに返してあげようという活動をずっと継続的になさっているこの具志堅さんという方を中心にですね、そんなとんでもないことをしてほしくないという抗議が上がっております。私の番組の U プランもでもですね、過去に、こうやってたくさんの、番組を放映してまいりましたが、
中にはですね、環境省とか防衛省とか、外務厚労省、そういったような省庁との交渉があったりですね、実際のこういうご遺骨の発掘というのは一体、どういうことなのかというようなことの講演会とかですね、それからまあ非常にご遺族の方々にとっては、まあ、残酷な仕打ちといえるようなですね、そういうことを平気で、やる日本の防衛省との政府交渉、そういったようなものをずっと放映してきております。でこの問題は現在なお解決しておりません。このことをきっかけにですね、やはりこの遺骨の問題というのは語らなきゃいけないなと私は思っているところです。でちなみになんですが、遺骨という呼び方が正しいのかどうかということで、まあ、いわゆる火葬された骨ですね、遺骨というのは、きちんとこうご遺体が焼かれてですね、荼毘に付されて、それからこう仙骨されて綺麗になったお骨を壺に入れて白木の箱に入れて、納めると、それがいわゆる、まあ、正しいご遺骨の取り扱い方で、でこれは現在厚生労働省が仕切っている墓地埋葬法なんかでもですね、こういったご遺骨というものはそういうふうに扱いなさいと、そして荼毘に付されて初めて遺骨となることができるわけで、まあ、今沖縄なんかに埋もれている骨というのはいわば放置された遺体がですね、勝手に腐乱して、骨になってしまったという、まあ言うなれば白骨死体といった方がいいような状態なんで、正式にこれを遺骨と呼ぶことはできないんですが、まあ、この番組の中ではですね、もう私も混乱しちゃいますので、まあ、そういうことを理解した上でとりあえず全てご遺骨という呼び方をすることにいたします。それからこれも番組の中で出てまいりますが、大日本帝国陸海軍、いわゆる旧日本軍ですね、それはもちろん敗戦によって消滅した、一旦は消滅したわけですが、それが、戦後復活して現在の自衛隊になったと、あるいは防衛省になっていったと、帝国陸軍省、海軍省が今の防衛省だというふうに誤解をされている方がたくさんおられますが、これも歴史を紐解いていただければお分かりになります。帝国 陸海軍のですね、陸軍省、海軍省の業務を引き継いだのは今の厚生労働省です。帝国陸海軍の正式な継承者というのは、正しくは厚生労働省ということで、したがって、この遺骨の問題というのもですね、厚生労働省が取り扱っている問題であって、防衛省が取り扱っている問題ではないということも押さえた上でですね、ただこれも私自身も混乱しちゃうと思うので、まあそうは言いながら、やはり自衛隊というのがですね、まあ、ある意味旧日本軍の継承者であるというのは、まあ、制度的なものではなくてですね、それをなんかこう気持ち的に受け継いでるという意味では、それもまた正しいんだろうと思いますので、厚労省だということは理解した上で、帝国陸海軍を引き継いだ防衛省あるいは自衛隊という言い方を、まあ、することになるだろうと思います。それでですね、まあ、こういうご遺骨をですね、具志堅さんやそのグループの方々がずっと掘り起こしてこられた。でその中には例えばこういうお骨もまだ埋まっているんですね。でこれについて
この遺骨を長らく掘ってこられた具志堅さんはこういう分析しておられます。この方は、おそらく陣地の中のこうタコ壺ですね、一人だけ人間が入って隠れることができるようなタコ壺に、潜って敵を待ち構えていたと。ところがその時にですね、頭上で、頭の上で爆弾が炸裂してですね、破片を飛ばして殺傷すると、そういう種類の爆弾があるわけですが、そういったものが、爆発して、頭の上にですね、ヘルメットを貫通して、頭に突き刺さって戦死されたと。でその時の格好のままで眠ってこられたわけです。非常にむごい写真だと思いますが、こういうお骨がですね、ご遺骨が、出てきた場合には、今ではですね、DNA 鑑定なんかも場合によっては可能ですので、極力鑑定するなりですね、あるいは他の遺留品で認識票ですね、認識票なんかが伴う事例は稀だと思うんですが、そういうものの手がかりなどから、ご家族あるいはふるさとがどこであったのかというようなことをですね、突き止めて極力 ご遺族のもとにお返しをする、あるいはふるさとにお連れするというような活動をずっとやってこられてるわけです。それは この具志堅さんに限らずですね、これは1990年代のテレビ映像ですが、こうやって洞窟の中のご遺骨をこう一生懸命、同じように、拾い集めておられるような方もおられます。ちなみにですね、沖縄の戦場の場合には、沖縄の軍隊というよりも米軍の上陸に備えてですね、日本全国から部隊が集められて防衛陣地を引いたわけです。そういう意味ではもう北海道からですね、本州、四国、九州、鹿児島に至るまで全国からの部隊が沖縄に集結しているということで、全国にのふるさとへ帰っていくべきご遺骨がたくさん埋もれているわけです。でこうやって現れてくるきれいな、言い方変ですね、ご遺体というのは非常に稀で、例えばここには戦争以外の地震ですけど、こうやって砲弾が降り注ぐ中でですね、この直撃されれば体全体木っ端みじんになると、あるいはすでに倒れている遺体の上に砲弾が落ちればさらにやはり木っ端みじんになっていくというようなこと、しかもこの沖縄の戦場ではこういう場面に日本とアメリカ兵とが入り乱れていると。そして、また沖縄の方の証言によれば、こういう戦場に民間人もいたんだよというようなことをおっしゃるわけですね。本当に石とかサンゴと区別がつかないようなですね、本当に小さな破片のようになったご遺骨というのも、長い間作業してこられた方には見分けられますので、そういったお骨を一つ一つ大切に集めているということが今やられているわけです。で同じようなことはこれ90年代の映像でもですね、やはりこういう方がおられて、この方は洞窟陣地の中の残された骨をですね集めておられるというようなことですね。厚生省がですね、いい加減な発掘調査をやって、帰った後もどんどん骨を掘り出しているということを語っておられます。こういう事例はですね、沖縄だけではなくて日本が戦争を展開した、アジア太平洋地域全域に及んでですね、
こういう状況が残されております。この地図の左の方は有名なインパール作戦で有名なですね、タイとかビルマのジャングル地帯の中、それから、中国大陸ももちろんですが、それから、フィリピンだとか、ニューギニアですね、日本が米軍あるいはイギリス軍と激戦を交えた土地ですね。そういうところは、こういう骨が残されているという状態がずっと残っております。これが有名なガダルカナルの日本兵の死体です。でこういった、遺体がですねどう扱われたかというと、米軍は米軍のルールとして、アメリカ兵のご遺体はきちんと正常期に積んで大体、本国へ持ち帰ると、そして有名なアリントン墓地とかですね、そういう墓地に葬られると。で一旦仮に時間がないためにこの場に埋葬されて十字架を立てているというような状況があったとしても、その骨もそのご遺体もその後落ち着いたら掘り返されてですね、ふるさとに帰っていくと、非常に、丁寧に扱われています。しかしここに倒れている日本兵の死体はですね、この場合どうだったか分かりませんが、しばしばブルドーザーなんかで穴を掘ってですね、その中に、ゴミのように、捨てられると、そして埋められるというような状況。これは何も遺骨をで、ご遺体をですね、粗末に扱うということではなくて、特に南方の戦場なんかではハエがたかって伝染病が蔓延したりするという恐れもあるので、これはもう一刻も早くとにかく埋めなきゃいけないということで、そういうブルドーザーによる処理が行われて、そうやってまとめて埋められているというようなケースもたくさんあるわけです。中には例外的にこんなふうに、日本兵の遺骨をですね、国にお土産としてプレゼントとして、送ったというような、残酷な例もありますが、これは当時のアメリカでも賛否両論巻き上がったようですね。それからですね、日本兵の遺骨といった場合に陸上だけではなくてですね、船や軍艦が沈没したと、あるいは、飛行機が海上に墜落してそのまま水没していったということで、深い海に、沈んでいった遺体というのもたくさんあるわけですが、これらの骨についてはですね、海の場合には、船で亡くなった方を水葬というか、そのご遺体を海に流してですね、葬るという、これもですね伝染病対策という、側面もあるんですが、これはもう母なる海をこう一つの巨大な、墓園お墓だというような考え方をすればですね、これは一つの、きちっと埋葬されたということと水槽とは同じような、意味合いを持つと思いますので、そうやって、亡くなっていかれた葬られたご遺体も多々あります。ただその一方ですね、例えば船ごとですね港の中で比較的浅いところに沈んだという場合はですね、その船の残骸の中に、遺骨が残されているというような事例もあります。でこれなんかはですね、例えば南の国ではダイバーのですね、非常に
多くのダイバーが訪れるような観光地になっていたりするとですね、そういうダイバーによってあの骨が持ち去られたりするといったようなことも起こったりしていたようです。最近そういうのはなくなったんでしょうかね。まあ、こういうふうに、残された骨の状況というのは極めて様々なんですが、そういう様々な状況のまま100万柱の外産、骨、ご遺骨がというかアジア太平洋全域に残されたままであるということですね。このことはちょっと許されないなというような感情を私が抱いたのは、これはあの大変古い本なんですが、買った当初この字読めなかったんですね。ホダビと読むそうです。で、これを書かれた著者はあの中国戦線で長らくですね、軍医さんとして、勤務された方です。そして、この遺体を、焼く時のですね、火葬の時のその日をホダビということで、そのホダビについての、まあ、思いということを書いておられるわけですが、この本を読んだ時にですね、一つのなんかあの日本人にとっての骨、まあ仏教徒以外もおられると思うんですけども、無神論者もおられるはずですけれども、それでもやはり骨というものがですね、日本人と、まあ、亡くなられた人々をつなぐですね、いかに、大事な存在であるかというようなことを私はこのずっと昔読んだこの本で、考えるようになったような気がします。そして、そういう骨がですね、これはあのふるさとに、戻っているとされる写真ですけれども、この白木の箱の中はですね、骨ではなくて石とか紙切れが入っていただけだったという証言はですね、ご遺族の中に、から多く聞かれます。まあ、いずれにしてもこのご遺骨というのはそういう存在でですね、まあ今ではあのこれは次回に触れますが、この千鳥ヶ淵の墓園にですね、まあ、納められてるんだよということですが、ここについても極めて多くの問題があります。でいずれにしてもですね、この資料によりますと、まあ、これだけ広い地域にまだまだトータルで100万といわれる骨が、ジャングルの中とかにですね、そのまま残されているというのが現在の状況だということですね。そして今現在もなお、まあ、厚労省の予算なんかによってですね、まあ、これは民間人の有志の人たちが、集まって、南方の島々であるとか、あるいは、硫黄島であるとかですね、まあ、各地で、まあ、極めて細々とした、遺骨集めの仕事を続けておられるというのが今の状況のだということです。それで、話はいきなり飛びますが、昔ですね、国側の各自治体に1億円ずつ配ったという、まああの金あまり華やかな頃ですね、バブルの絶頂期だった頃の話、皆さん覚えておられますでしょうか。でちょうどその頃、私もあのパソコン通信なんていうのでですね、ようやくこういろんな人とコミュニケーションが取れるようになったと。まあ今ほどの効率的なものではなくて、もう細々とした、メールのやり取りがパソコン通信でできるようになった頃にですね、ちょっと私あのこの問題を取り上げたことがありまして、
各自治体に1億円配るとかそんな金があるんだったらですね、この100万の遺骨の収集をですね、もうちゃんと終わらせてけじめをつけたらどうだというようなことを、まあ、細々と提案したことがあります。でその時にはですね、松江たる厚労省ではなくて自衛隊ですね、自衛隊を、まあ、師団単位でですね、それぞれの国、例えばフィリピンですとか、あるいは南方のニューギニアとか、そういったところに、送り込んでですね、そして部隊ごとに、その骨を集め、そして自分たちの先輩がどこでどういうふうな戦いをして、どのようにして亡くなっていったかということも一つ一つ調べ上げてですね、そしてきちんと、軍隊の例を持って、弔うと、慰霊すると、そして、骨をですね、現地に埋葬して慰霊碑を建てるとか、そういうきちんとしたやり方でですね、この100万のご遺骨の問題っていうのを処理するべきじゃないのかなということを、訴えたわけです。当然他国に軍隊を送るなんて、そんな物騒なこと簡単にできるわけありませんので、その前にはですね、外務省が必死に交渉をすると、そして、自治体に配った1億の金があるぐらいだったらですね、例えばその国のですね、トップの官僚たちに10億円ずつ配ってですね、それで何とか認めてもらうという、そういう外交努力をすると、そして場合によったらですね、警部首相の自衛隊とですね、現地の軍ですね、正規軍とが合同でですね、ゲリラの問題なんかもありますから、合同で警部装でジャングルの中に入っていくということですね。そういうやり方ができないだろうかと。で、せっかく自衛隊が行くわけですから、食料とか医薬品もたっぷり持って行ってですね、で場合によったら現地の住民のですね、病気も見てあげたりしながら、この発掘業務に、遺骨収集業務でですね、協力していただくということで、この写真のようなですね、みみちいやり方ではなくて、やはり軍としてきちんと、対応してあげるという、これをやはりするべきなんじゃないのかなというようなことを、提案したことがあります。もちろんこんな声は全然届かなかったわけですが、ただ最近知って嬉しかったのは、これは最近の事例ですけども、ガダルカナルだったかな、やはり現地で収集されたですね、日本兵のご遺骨を、日本の軍艦が、現地に赴いてですね、きちんとそれを受け取り、軍隊としてのあるべき姿で、礼を尽くして、日本に帰還させてくる。やはりこういう事例が現れ始めているということは、私の提案もあながち荒唐無稽なものでもなかったなぁとは思っております。ただそれも何しろ100万ですからね、こういう細々とそうとした永遠に続くかもわからないやり方をするのではなくて、もっときちんとした形で、終わらせる必要があるんじゃないのかなと。それが日本人としての残された者たちの使命であろうというようなことを考えたわけです。ところがですね、そういうことをやっているうちに、実はここに、写真にあるのは、千鳥ヶ淵にある戦没者霊園ですね。引き取り手のないご遺骨はこの霊園の中に
収められるんだというような話を、当初聞いたりしていたわけですが、そのことから始まってですね、この厚生労働省、まあ、帝国陸海軍の末裔たる厚労省がですね、戦死者に対して、むちゃくちゃ非礼なですね、もう無礼というよりももう遺骨を凌辱しているのかと言ってもいいような、まあ、兵隊さんたちのご遺骨をもうゴミ同然に扱っているんじゃないのかなという非常にひどい実態ということを、まあ、教えられたわけです。そこで次回はですね、どんなひどいことがですね、この日本兵のご遺骨をめぐってですね、しかも日本国の厚生労働省によってですね、行われているのかとはいったことを、まあ、私が知り得た範囲でですね、次回、改めて皆さんにお話を したいなと思っております。どうもありがとうございました。